팔짱 표박의 의미한 표박이 뭐지? 도저 나카마. 아 여기서부터였지? 構想中じゃなかったの? この人たち? そのはずだ おかしなとこでお会いしますね 星野会長 組織同士は構想が本格化する寸前ってのに 이건 유아 안 해도 돼. 別世界のようじゃないっすか? 俺たち3人が会うのは年に一度あるかないかだ。 だが 肉の壁の均衡を保つため 情報を共有する必要があれば こうやって膝を突き合わせて会うことだってある。 今下の門同士が血流し合ってます。 止めなくていいんですか? うちの青龍会は若いもんを2人蜂の巣にされた。 そして半品龍馬は庭先まで勝ち込まれた。 こうなった以上簡単には止められん。 先に引いた方のメンツが潰れるからな。 何の理由もなく矛は収められん。 そういうこと、うちだって同じ。 なるほどね。 じゃあここで何やってんだ。 トランプでもやって この構想の勝ち負け決めんのか? そのアイディア、いいね。 ふざけんなよ! すでに人が死んでんだ! なのに、あんたらがここでこんな狙いごっこしてるって 下々の連中は知ってんのか? 知らねえだろ! あんたらそれで平気なのかよ! 春日よ。 自分の物差しで勝手なことばかり吠えてんじゃねえぞ。 でも会長! 高部の頭は今、この蝶が拉致ってて!拉致ねえ。でも君が言うよりかは、頭はうちで丁重にもてなしてるよ。 俺としては返す口実があれば、すぐにでも解放したいくらいだけど。 じゃあ、このままずっと睨み合ってる状況が続くってことですか? そういうことになるな。 でも、またいつ死人が出るかもしれねえのに。 だからこそ、睨み合いの状況が必要なんだ。 兵隊らが本気で睨み合ってこそ三すくみだ。 均等な三角形は、外部からの圧力に対して高い強度を持つ。 日本も独裁の構造から三権分立になった。 それが最もバランスがいい。 つまり理にかなっていたからだ。 わかるか? 今更ここで戦後の話かよ。 あれ? 何か? ああ、そうだ。 戦後の話だよ。 この町の構造が生まれたのもな。 え? 戦後、混沌に生まれたのが闇市。 そこで初代青龍会が起こった。 そこで今ある偉人町の基礎は作られたと言える。 その頃、わずかに離れた横浜中華街では 中国人同士の2つの勢力がその主導権を求めて争っていた。 そして勝利した一方は今でも中華街で繁栄した。 そして敗れたもう一方は後に半品龍馬となる中国人たちだった。 半品龍馬は生きる場所を求めて偉人町へ追いやられた。だが 流れ着いてきたよそ者を青龍会も黙って受け入れるはずもない。半品龍馬と青龍会との間には当時多くの血が流れた。歴史の話って始めるとやめ時に困らないですか? 退屈か? だが歴史を知らずにこれの話はできん。お前の持っていた偽札だ、春日。青龍会は そいつを承知だったんですか? コミジュルですられた偽札の日本円は全て俺のもとに集められる。じゃあ、青龍会が全部裏で糸引いてたってことですか? どういう意味だ? 中国元の偽札はマブチが勝手にやってたことでも元は日本円の偽札作りがきっかけだ。 そしてその偽札の日本円を吸ってたのはコミジュルで、輸入するための基地は半品龍馬。でも、それを全て手に入れてるのが青龍会。
あんたら全員グルだったのか。春日君、結論急ぎすぎ、落ち着きなさいって。こっちはイライラしてんだ。そもそも清流会の人間に間違われて、拉致られて、抗争の火種だの因縁つけられて、難波の賢者殺されかけて、挙句いきなり抜き打ちで偉人さんのトップに出くわしてんだ。落ち着いてられっか。まったくよね。じゃあ清流会が、つまりあんたが一番得してるって話かよ。偽造された縁の最終的な行き先は俺のところじゃねえ。荻窪豊の懐の中だ。荻窪豊、さっきある記事で見ましたよ。民事党の重鎮ってやつ。じゃあマジであんたら揃って荻窪を支えてるってことか。なんでそんなこと。それがこの地の歴史だからな。え、もう60年も前になる。偉人帳の偽札作りを発案してきたのは荻窪だった。あの人が清流会の初代と半品竜満のボスへ話を持ちかけてきた。政治家が偽札作りを、清流会と半品竜満へ、何のために。当時の荻窪は市議会議員の一人に過ぎなかった。だがあの人はもともと偉人帳を縄張りにしていた清流会の連中と、偉人帳へ流れ着いた半品竜満が限られた島を巡って抗争する様子を見て考えたんだ。争い続ける男たちとその家族を何とか救えないものかと。そして自分にできることを探し続け、出した結論が偽札作りか。そうだ。荻窪はまず敵対する組織同士に共通の利益を持たせるため、偽札作りの役割を分担させた。大陸から特殊な紙を仕入れるのは半品竜満、印刷と運搬は清流会という具合にな。で、作る方法は荻窪が。そうだ。その施策が偉人帳の平和には必要だと荻窪は信じていた。だから何としても実現するため、彼はありとあらゆるコネを使い、紙幣の原料や配合を調べ上げてくれた。まあ当時のその偽札も今思えばそこまでの出来ではなかったがな。今の出来が良すぎるだけだ。そして荻窪はすられた金をこの町の警察連中にばらまいた。警察に？清流会や半品竜門に渡したんじゃなくて。金を渡しただけで争いは減らん。根本的な解決にはならんのだよ。荻窪はそこをよく分かっていた。そうすか。じゃあどうして警察に金を。彼の目的は警察を意のままに操ることだった。渡された金で警察の連中は骨抜きにされ、気がつけば荻窪の言いなりになっていた。そして荻窪は警察に偉人帳のある区域を中心に取り締まりを厳重に強化するように指示を出したんだ。治安の強化よね。いいことじゃん。偽札使って治安強化って言われてもよ。単なる治安強化が目的じゃない。その区域で半品竜満の人間を清流会の組員が追い出そうとしても、すぐに警察が動き騒動を阻止できるようにしたんだ。つまり抗争が限りなく起きない区域を荻窪は作った。なるほど。そりゃ半品竜満にはありがたいことだ。察しがいいな。結果その区域は偉人帳のグレーゾーンとして保護され、抗争は減り、行き場のなかった半品竜満はその区域を最後の居場所とすることができたんだ。でも清流会はそれで納得できたのか。半品竜満には無条件で島と仕事を与えられたわけだろ。まあな。
しかし清流会も偽札作りによって継続的に大きな報酬を手に入れることができた。で、이거다우리한테말해주고우리죽일라그러는거예요?군인이무차라가시ても警察が出る前に荻窪の一声で揉み消してもらうこともできた。その上で半品リューマンとの交渉で兵隊を失うこともなくなったんだ。つまり清流会にも得るものはあった。十分メンツは保てたんだよ。荻窪ってかなりのやり手なわけね。ある意味政治家らしい仕切り方っつうか。ふん。荻窪から授かった恩恵を理解できたか。確かにわかりますよ。そしてその恩恵は我々にも同じ。80年代になってコミジュルもそのグレーゾーンに救われることになった。え、かつて韓国人同士が集って人権派と呼ばれた組織が我々の母体だ。例えば彼は数年前までそのリーダーの影武者だった。人権派は幾度となく敵対組織に潰され、その度に同胞はチリジリに偉人町へ流れ着いた。私も幼かった頃母に連れられてここに来た。常に争いの渦中にさらされていた我々にとって偉人町は安心できる場所だった。やがて噂を聞きつけた同胞も増え、我々は徐々に土地に根付いていった。しかし身の安全だけでは生きていけない。同胞の数が増えるたび半品リューマンとのトラブルも増していった。じゃあ半品リューマンと戦争も？いや、そうなる前に荻窪は手を打ったのさ。ある日我々は荻窪豊から偽札作りの印刷の工程を清流会から引き継ぐよう提案を受けた。安住の地と収入の保証、その提案を拒否する理由はどこにもない。さらに全ての秘密が漏れぬようその監視も我々が命じられた。それが偉人町の至る所を見張る監視システムを作るきっかけになったのさ。そして清流会、半品リューマンと共にコミジルも偉人町の一角を担うに至った。そして偉人さんが完成したってことか。以来長年にわたって我々と荻窪は密かにお互いを支え合ってきた。荻窪は偉人町から生まれる無尽蔵の財源を駆使し民事党幹事長の椅子を手にした。もう今の内閣にもあの人と張り合える者はいない。なるほど、そういう歴史で一つの秩序が完成し、その発案者も出世したか。でも感心しねえな。所詮は臭いものに蓋をして得た秩序ってことだろう。なんだと。結果がどうあれやり方が間違っていると言いたいんだな。では例えば警察はどうだ。戦後の焼け野原の日本において警察とヤクザの関わりをあんたは説明できるのか。明と暗、それぞれが力を駆使し復興を目指しそれを遂げて現在がある。その事実をあんたは否定できるのか。そりゃあ、その今そういう話はいいじゃないですか。とにかく今教えてもらった話が偉人町の過去ってわけですよね。でも俺らが気になってんのは今後の話です。俺らがここに呼ばれた理由は要は何です？うん、春日君のお友達難波君は消えた弟を探すためにこの町へ潜り込んできた。弟を探す手がかりは弟が追ってた偽札を追うことが一番だと思ったんだろうね。そしてコミジュルを嗅ぎ回ったりしてさ。だからもともと難波君は偉人さんには強い敵意を持ってるでしょ。でもよりによってそんな男が偽札作りの現場を実際に見ちゃって行方をくらましたとあっちゃね。難波の口を塞ぐ必要がある。そんなこと俺らに知らせてどういう気だ。やめてくれとお願いすれや、難波は見逃してくれんのか。本来ならお前らもこのまま見逃してはおけん。
だが俺はこの偽札をお前に持たせた人物に心当たりがある。이걸왜넣는거야근데아なんだと총맞으네この人物に免じてお前には目をつむろう。誰がこの偽札を俺に。どうしても教えてほしければナンバーを捕らえてこい。お前ら自身の手でな。なんちゃんを。でもそんなことしたら。そうかい、カズガ。だったらお断りだ。ダチを売ってまで知りてえことなんざ何もねえ。それで話はしまいかい。もしもの話、偽札の秘密が漏れれば肉の壁は力をなくす。偉人町のグレーゾーンは消えてなくなるんだよね。困るんだろうな。あんたらはな。肉の壁は治安が怪しい反面、何らかの理由で追われた人間にとってはここが最後の安全地帯ってことって説明したよね。ああ聞いてたぜ。鈍いね。ここに入ってこれない連中ってのは東城会や近江連合もそうなんだよ。つまりここのグレーゾーンのおかげで命拾いした人間の中にはさ、春日君も入ってんじゃないの。あ、カムロ町で撃たれた後、お前は肉の壁にいたからこそ近江のとどめを刺されずに済んだ。なるほど。そうくるかい。俺にはこの町に借りがあるってか。あんまり人ごとみたいな顔してるからさ、意地悪言ってみたくなっただけ。くそ。でもやっぱダチを売るような真似は。待て、断る前にもう一つ大切なことを言っておく。何です。難波にはすでに資格を放ってある。何だって。資格って誰だ。はい、うちが引き受けました。ハンピン流氓か。しょうがないじゃん。まあ捕まえてもできる限り苦しまないように始末するようには伝えたよ。ただうちの子たち最近仕事が荒いんだよな。てめえ止めさせろ。そりゃ無理。俺は偉人さんのために始末する方に一票だから。どうする。放っておいたらナンバー死ぬぞ。でも連れてきても殺すつもりでしょ。お前がナンバーをつかめろ。ハンピン・リューマンよりも先にな。いや、そんなこと言われたって場所が。それなら私の方で目星がついています。この先はお前次第だよ、カスが一番。でも、왜예보고잡으라그래。まずナンバーを近くから救うのが先ってことか。나만이해안되냐뭐야그리고이여자랑이남자는그냥카스가동료라살려준건가네예오예블리치재팬에소가네 어쨌든데려올수밖에없게만들었구만뭘나얘이름뭐였지한중기와다시노나마에와한중기데려오게안하면방해할것같으니까그런거아닐까아유
음식 먹는데? 이라쌰이마세. 어? 아, 비싸서 못 사는구나. 좋은데. 경빈님만 자객이래봤자 낯가리 수준일 텐데 뱀지팡이 들고 있는 난바한테 가는 건 비둘기밥 되겠단 소리. 택티컬 베스트 좋은데. 공격력도 올려주네. 감사합니다. 일단 돈 좀 아끼고. 잠깐만 이게 절로 가야 돼? 아 저희가 그쪽이구나. 아 중국만 하네 여기는. 와 여기 좀 센데 레벨? 어 빨리 올라가시네. 센데? 아이템 사야겠는데? 이리로 해도 될 것 같은데. 아우 뜨겁지. 아이스크림. 어 방패 세지기 했어. 아유 살았네. 규건? 나오시고. 자 남바가 없으니까 매직 어 아니 찾네 쟤는 매지컬 보이. 아 여기서 갑바 사야 되나? 여기서 좀 사야 될 것 같아. 돈 아끼다가 죽겠어. 이번 화도 좀 아슬아슬해. 사야 될 것 같아. 이라쌰이마세. 일단은 15만 9만 두 개, 8만 두 개 안 돼. 이거 15만원짜리 사. 업 버튼 한 번씩만 부탁드립니다. 기교가 떨어지긴 하는데 냉기 내성도 떨어지긴 하는데 얘 수비력이 많이 올라. 그리고 원래 입고 있던 게 프로텍터였나?
두꺼운 박하. 뭐 하여튼 수비력이 워낙 좋아서 택티컬 베스트 입고 어? 메탈 정강이 보호대는 남바 없어서 빠진 건가? 진짜 경영은 어차피 스토리로 강제로 해야 되는 데가 나온다는데? 어? 아 어차피 해야 된다니까. 근데 오늘은 지금은 너무 새벽이니까 스토리 위주로 가고요. 어. 아, 이거 또 나왔네. 가라. 어, 레게누, 레게누. 죽고 다녀야 돼. 저쪽으로 가려면 이 위로 가야 되네. 어, 밀리네 이게. 이쪽도 가본 적이 없는 처음 가는 곳이다. 할 돈도 이제 거의 없어. 어, 잘 피했고. 난다떼? 아니 기스브라지 지를 소개를 하네. 죽을라고 죽일거면 기스브라지 그랬어 우리를. 쏘신 거예요. 와, 진짜 민첩하다. 아싸, 레벨업. 메세지고. 뭘? 얘 뭐 별로 중요 소리도 아니었나봐. 그냥 떨거지였나봐. 떨거지 주제에 컷신 소모하고 있어. 오이, 다레다 こんな 시간이. 앗. 도모, 크메산다께. 急に 오시かけて 悪いんだけど. うちの連れが来てるんじゃねえかと思ってね。お前ら、なんでここだと。よう、一番。もや、リアルね。やっぱりここにいたんだな。
ナンバー、偉人さんから殺し屋が向かってる。ハンピン・リューマンの奴らだ。ハンピン・リューマン、コミジルじゃなくてか。こちらに来たのはあなた方だけですか。단체로패러온다俺たちだけだ。そうですか。そうですけ。ナンバーさんにご用で。ああ、あんた誰だ。初めて見る顔だな。これでもよくメディアに露出してるんですがね、まだまだ認知されてないか。あ、本当だ。確かブリーチジャパンの代表で。ああ、俺もテレビで見たことあるぞ。小笠原と言います。小笠原、このところ横浜支部を応援に来てましてね。特に偉人町は全国的に見てもグレーゾーンが幅を利かせ、警察もそれを野放しにしている。そこへ来てまさか偽札作りまでとは全く信じがたい。もうナンバから全部聞き取ったわけか。なら悪いことは言わねえ。あんたらすぐこっから逃げろ。なんならそれまで俺らがついてやってもいい。ナンバ、お前もさっさと逃げろ。カスガ、お前最初からそのつもりだったんだな。なぜ私たちが逃げなければならないんですか。偽札に関わってるのはコミジュルだけじゃねえ。清流会とハンピン・リューマン、それぞれのトップも承知なんだ。秘密を知ったナンバに殺し屋を送り込んでる。となると、仇だろうが、ここにいるあんたらだって危ねえんだ。小笠原さん、殺し屋だなんてハッタリです。そいつは口がうまいですから気にしない方がいいですよ。いや、本当のことでしょうね。え、最初あなた方がその殺し屋かとも考えたんですが、肉の壁の殺し屋にしてはあなた方だけじゃ少なすぎると思ってました。は、殺し屋少なすぎるって何の話です。やれやれ、久米君はまだ事の次第を分かっていないんです。ですが、無知ゆえの勇気が必要でした。この偉人町でブリーチジャパンの支部長を務めさせるにはね。え、 あの小笠原さん、一体何の話を。あんた本当に仇か。もちろんですよ。ただ普通の人よりはいろいろとものを知っているとは思います。さっきから何言ってんのこいつ。そろそろお願いできますか、ラオマ。ラオマ、何ミチン、マブチが、なんでここに。ここは任せてもらっていいですよ、代表。うちはアフターケアも万全です。では我々はこれで行きましょう。もやナンバー、이새끼왜흑화했어。ナンバー待てって。偽札のことはもう全部この人たちに無事負けだ。이미털었어。俺は弟を見つけてるだけだ。生きてても万が一死んでてもな。あ、小笠原さん、私はどうしたら。こちらのマインダ、救助探知は、おっぽつん、半分씩만부탁드립니다。利用당한소듄。間違いなゴミにお似合いの最後をくれてやれ。あんたがこんなとこにいるとは思ってなかったよ。安心しろ。うちのボスですら知るわけねえ。ずっと会いたかったぜ。俺らをはめてくれた礼を言えてなかったもんな。店長の分もよ。わあ、もや、カヌや。お前らに先に刻む権利をやる。俺はまた。어뭐야아못맞췄네저거아착각했네내가
좁은 곳에서는 분쇄팽이가 제맛이지. 분쇄팽이 한 명 더 들어갔어. 뭐야 탈덴 뭐야. 마무리. 마무리. 아 우리 세져서 할 맛 난다 진짜. 역시 템을 사야 돼 RPG는. 이거 그냥 뺄까? 엠피도 맡기자. 모르게 침착해 부하 다 죽었는데. 마부치 창. 창 들고 있어. 창이니? 아래야 상무그지다이노의 이유. 어, 청룡 언월도. 나도시다라. 오르노 뭔가. 행업이지? 안 했네요. 와, 이것밖에 안 달아. 700, 800 땜인데 거의. 자세 저거 반격 같은데. 실드 배치. 어? 반격이구나 역시. 얘는 무조건 찍기만 하네. 그렇지. 스트라이크 다운! 골프! 아, 위트구만. 강습의 극! 아, 생략! 겨우 250이야? 쓸 필요가 없는데? 어, 뭐야. 공격력이 올라갔다. 근데 올릴 게 없는데? 그냥 패야겠어. 오케이. 보너스 점수. 아싸, 공짜, 공짜치기. 와, 나 또! 찍기 기회. 와. 이거, 버스터 스윙, 버스터 스매시가 날 것 같은데. 뭐야, 농사에 사랑 있네? 아니야, 얘는 버스터 스매시가 나. 와. 자, 누나로 힐 써야 돼, 이제. 누나. 매지컬 송. 아니, 갑자기 때리시는 법이 어딨어요. 자세. 나 딴 거 해야지. 아, 안 걸렸네. 할 수밖에 없다. 뭐야, 나도 앞 데미지 안 들어왔는데?
아우 흑유령이 내려갔네. 얘가 유일하게 오케이 공짜샷. 아따 미스. 아 자세 오지게 하시네. 아 그냥 뭐야 근데 별게 아니네 이거. 우와 우와 베이드. 자세를 계속 하시네. 그냥 무시하고 해야되는데 근데 반격하는데 반격이 안들어와 데미지가. 오케이 타에코한테는 반격을 못하는거네. 요시 수디움. 아이 자석에 기타 쟤 最高じゃねえか. 마다 口가 기계소다나. 아리가띠. 이때 난나노 으리소나 코에 다시테 요금 우치노 텐치오 코로시테 그랬다じゃねえか. 코로시타나. 殺した殺した殺してやったよ清流会とドンパチするために。俺は言われた通りにやっただけだ。言われた通りにだと誰に何を。さっきここにいたろ。ブリッジジャパンの代表小笠原。小笠原。 아이츠가 텐초노 코로시 오마이니? 나니가 내라이데 そんなこと. 오가사와라노 내라이와나 이진초 そのものだ. 난다도? 오가 이렇게 즐겁게 말해 처맞고서 나조노 시킨겐워 아바키다스코토가 오가사와라노 내라이다따. そのためには 이크노카베니 히비오 이레루 아나오 開ける必要があった。穴を開けるって、それが野々宮が死ぬことなの？じゃあ何か？小笠原はグレーゾーン潰すために殺しの指示を。何がブリッジジャパンだ！何なんだ！あいつらは！待てやマブチ。連中に頼まれたとしてお前は何で引き受けた？ 이진산노전세력고대기니마와시테마데난노토구가루. そうじゃねえ。まだわからねえのか春日。あ、ブリッジジャパンのバックについてんのはな、カムロ町にいる近江連合よ。なんだと。俺、偉人町の荒川真澄になるんだ。奴みてえに町を売っ払って近江の幹部に名を連ねる。 오라 겁나 세매 마치대 우아래야 시대. 오야쌈, 테메도 이슈니 가단나. 오미 랭고가 고노 마치니 뭐 크르노.
そこんとこじっくり聞いてみようじゃねえか、小笠原の野郎に。奥にまだ部屋がある。小笠原も難波もそっちへ入ってた。なあ、分かってる。行こう。あ、ぼや。奥からも外へ出られたんだ。小笠原ならもう出てった。難波。ブリーチジャパンは偽札を暴き出す。コミジルもぶっ潰してくれる。俺の弟も見つけ出すかもしれん。俺らにはできねえ芸当だよ。なんじゃ。一番、俺にとって大事なのは弟だ。長いことホームレスやってたのもあいつを見つけてからだ。小笠原はどこに行った？もう彼らの邪魔はすんな。少し話をしてえだけだ。だからそれが邪魔だってんだよ。一番ナンバ、今は弟より自分を心配しろ。美人さんの殺し屋が探してる。明日まででいい。どっかに隠れてろ。さっき真淵が言ってた。明日近江の兵隊が偉人町に入ってくる。そのどさくさに紛れりゃ逃げられる。お前ならできんだろ。余計なお世話だ。ねえ、なんちゃん、気持ちはわかるけど、私たちの気持ちもわかってよ。ねえったら。うるせえよ。そいつは店長を殺したやつだぞ。そして小笠原はその指示を出してたんだ。ああ。でもな、弟を見つけるにはこいつらの力がいるんだ。本当に行くのか。어떻게한순간에현방가되지。止めろ。なんなら背中からかかってきても構わねえぜ。俺らがお前にそんな真似するわけねえだろ。くだらねえこと言うなよ。俺たちは仲間だ。ああ、うるせえ。태연하게나가는거보소처맞고서애들이집안기모치야와가르가다치러맞들바이지않네오크와오스라쿠시부처의헤어다시라베테미요세せっかく誰もいねんだ。チャンスだろ。なあ、そうだな。ブリッジジャパン。다른건없는것같군。니케이가아니라경일로반대로됐네。どうしたの？おい、この写真。なんだよ。小笠原と握手してるこいつだよ。どこや。ああ、都知事じゃねえか。青木だろ。都知事の青木亮。まだ若い頃だな。今はもう抜けたが、もともとブリーチジャパンはそいつと小笠原が二人で立ち上げたんだ。青木亮。でも死んだはずだぜ。왜はあ、死んだってカムロ町でお話を聞いてた。ああ、どういうことだ。青木亮を知ってる。ウィルチェアを타고다니는ね。違う。ふぐ、こいつ얼굴좀 다른것같은데。若だ。어약간비슷한가？아라카와마사토。오스토리가또이게또연결이되네。지지来週の予算審議、反対派のトギラは相当粘るつもりです。道路族のじいさん連中か。建設予算の削減が気に入らないんでしょう。
議会は長丁場になるかと。夕方に予定されていた表敬訪問はキャンセルの方向で考えております。表敬訪問？ああ、新聞社が主催の。子供たちが来るんだったね。そうです。ならキャンセルはなしだ。親御さんたちだって割り切って新しい服を買ってあげて心待ちにしているかもしれないからね。ええ、ですが。大丈夫、必ず定時までに反対派を解き伏せて審議を終わらす。子供たちをがっかりさせたくない。わかりました。表敬訪問は予定通りに。今日はもう上がりなさい。失礼します。小笠原です。いい知らせかな。あ、ようやく見つけましたよ。荻窪幹事長の内での小槌、肉の壁の深いところにありました。そうか。つきましては関西のおのぼりさんたち、いくらかこちらへよこしてもらえますか。いいだろう、東京にはもう十分手が足りている。余っている分をそっちに回す。이 새끼는 왜 이렇게 된 걸까? 전국 재패야? 전국 시대야 무슨? 와 여기 어디? 어? 여기 거긴데? 나 저기 옥상 올라가 봤어. 뭐야? 팔짱 개짧네? 잠깐 녹화 중단 잠깐만.